枝光八幡宮は、福岡県北九州市八幡東区にある神社である。旧社格は、県社、八幡神、姫大神、須佐能の命、竹中方神を祀る。研究年間に、筑前の宇都宮市の祖、宇都宮従業が、小国の下付宇都宮から、宇治神の八幡神を誕生し、居城である花尾城の肝にあたる宮田山に、祀ったのに始まる。 以来朝お荘の鎮守神として、麻生氏より厚い数計を受けたが、麻生氏の水防と共に水尾した。慶長年間に入ると車両を没収される決めに、あったが、寛永四年に、現在の諏訪山の地に先座しその祭祀を続けた。明治に至り尊社に定められ、大正七年には、諏訪山の地にあった諏訪神社を行使、同十五年には、県社に列した。 枝光の地名の由来は、中愛天皇が熊素征伐の折、地元の豪族、熊ワニが、まさかきの枝に剣、玉、鏡の三種の宝物を下げて迎えたことから、枝光、イコール、枝光と称するようになったという。また、明治22年に、枝光村、小倉村、大倉村の三村が合併することになった際、三村の陳樹神がそれぞれ、枝光八万宮、 豊山八幡神社、七山八幡神社であったため、八幡村と名付けられた。あとに、八幡村は、八幡町、八幡市、八幡区と変遷し、現在でも八幡東区としてその名前は残っている。ありがとうございます。